にね。回り出したあの子。Good evening or morning, everyone, depending on when you're listening to this. It is currently December 12th. That means Christmas is right around the corner. I am currently trying to catch up on my good deeds so that Santa Claus would come in a few weeks. Haven't seen that man in like 10 years. So, for those of you that are waiting for Santa Claus, good luck to you too. そして第2回目となる今回もゲストにお越しいただいております。今回のゲストさんの印象はですね、この時期にぴったりサンタクロースのような方だなと私はずっと思っていたので、皆さんちょっと早めのクリスマスですがサンタクロースをお待ちください。ゲストの方とお友達になれるように30分楽しんでいきたいと思います。改めましてキャラドーオールスタン役の天木サリーです。それでは本日のゲストにご登場いただきましょう。この方です。こんにちは、サンタクロースですえ、久保田純一郎役の石川海人なんですけど、はあ、いや私でも、はい、この時期関係なく石川さんのこと本当にサンタクロースみたいだなって思ってたんですよ。どういうことなの？アフレコ現場での笑い声が大文字で HAHA そうなんです。それなんです。それ聞くたびにサンタさんって思うんですよ。サンタさんはフォフォフォじゃないそうなんです。でも日本のサンタさんかなそうなんですね。やば、めちゃくちゃサンタさんだなって思ってます。多分ね、この番組聞いてる人もサンタクロースみたいな人って一瞬なってると思うよ。本当ですか？でも笑い声できっと、じゃあ皆さんに今日いっぱい笑い声お聞かせできるように私が頑張ります。あ、大丈夫だと思う本当にね冒頭のオープニングだけでも笑うのと結構我慢してたからね。本当ですか？嬉しいです。全然台本通りにやらんやんまあでも私、ね、前回リエリーさんにもお伝えしたんですけど、この番組で本当にお友達になろうと頑張るので、うん、本当に無理だと思ったら本当に無理って言ってください。 OK、 分かった、はい、なかなか難しいと思うよそしたら頑張ります。本当に頑張ります。はいはいはい。オープニングでクリスマスのお話もしましたが、うん、石川さんのクリスマスにまつわる何か思い出はありますか？ん、はい、何？石川さんのクリスマスにまつわる、ちょっと触れちゃいけないクリスマスね。それではそろそろお時間です。お相手はキャロル・オールスタン役天木サリーと本日のゲスト久保田純一郎役石川海人でした。 Thank you for watching. Let's meet again next time. Next time. Bye bye. 海人さんは闇落ちサンタさん